して言うな相手でもないだろうし、奥の手、貼ってみるか。あの黒いの、相当危険だな。すごく威圧的なのに全く気配を感じない。まるで本当に何もないみたいだ。まあ、馬鹿正直に近づくわけもないよな、普通。どういけばあかんか。追撃はなしか、まだ攻撃は生きてるな。ちょっと性質を見ておくか。しかないな、存在ごと消えた。それは何も感じないわけだ。あれは、無理だ。実際私の技の性質を確かめたか、慎重派だね。でもこれで猛風を吹くのは無理。さすがに動きながらあれを作るのは私も、無の次元空間に飛び出して死ぬ危険性があるからね。お前に能力を使わせる猶予は与えない。ガードしたのに。この攻撃力？うわぁ！電車の時もそうだけどなんて攻撃力してるの。しかもあれ、ほんの少量しかオーラをまとってない。まだ全然加減してるんだ。それにあの少量であの破壊力、もしかして遠柳のオーラの使い手か？東京で電車不良トラブル、三重で電車爆発事件。今日だけで電車の事故が2件、しかもカナたちの出かけた時間とルートと大体一致している。ご主人、どうしました？メリア、この記事を見てくれ、今日のやつだ。やっぱり襲ってきたわけですね、しかもかなり大胆に。無事到着したならカナに一本入れるように言ってたんだけどそれもない。多分事件に巻き込まれてる可能性高いぞ。もしそうなら、相手次第ではカナが一番まずいですね。月下ちゃんは見ててわかりましたけど、この1年で戦場での死闘に慣れてます。それだけ多くの困難に立ち向かい、乗り越えてきたんでしょうね。ですがカナは違う。私たちとの訓練や仲間内の死闘経験はさせましたけど、基本カナは格上に勝ったことがないんです。つまり格上との戦い方が下手。だからもし格上ならまずいってことか。はい、バハートさんとの戦いの時は内容は満点でした。ですが結果は負け、不意な覚醒に対応できなかったなんて戦場で死んだら言い訳もできないわけですからね。俺はカナに自信を身につけて欲しかった。信じましょう。それに格上と決まったわけではありませんし、実際の戦場なら次元支配も存分に使えます。次元支配を存分に使えるカナの強さは覚醒したバハートさんなんかと比べ物になりません。そうだな、信じよう。きっとみんな無事に帰ってくるさ。無事帰ってこいよ。カナ。能力が使えない。使わせてくれない。光線は使いたいけど、前をすぐ見つめてくるから整える余裕もない。せっかと戦っているみたいだ。よく考えたら私、せっかく勝ったことないな。今と同じ戦術を取られて、仕方ないってだけをし続けてきたけど。能力は桁外れだが、弱点が早めに分かってラッキーだったな。近距離戦の技術は高いが、根本的な原因が致命傷になったな。俺の方が攻撃力が高く、あいつの守備力が低い、そしてその差が圧倒的すぎた。どれだけ技術が高く、強い技を持っていようが、それらを貫通され、物理で直接ダメージを与えられ続けられたらどんな猛者でもどうしようもない。逃げたか。ダメだ、私はダメなんだ、勝てない。どれだけ小手先でごまかしても結局結果がその現実を突き続けてくる。ち、気配を環境と同化させやがった。私やっぱりダメだ、大会だって私だけ結果を残せてない。格上となるとすぐにボロが出ちゃう。このまま時間を潰せばきっと放火が助けに来てくれる。私一人じゃ。一人じゃ。助けてよトト。もう私戦いたくないよ。戦いなんて向いてないんだよ。いつもならトトの感情と思考が伝わるのに。今は何も聞こえない。よく考えたら私、トトとこんなに離れたことなかったな。そっか、トトがずっと私の中で一緒にいたから、安心して前を向けてたんだ。心弱いな、私は。俺の顔を見た奴を野放しにしたくないんだがな。そうか、ここ一体全て吹っ飛ばせばいい。俺から逃げれると思うなよ、ガキが。オーラ大爆発。かな、かな。トトの声が聞こえる。さっきまで聞こえなかったのに。どういう状況かわからない。俺にはかなの状況はわからない。だけどもし今辛い思いをしているなら思い出してほしい。そっか、まだ聞こえてたんだ。あまりにも小さすぎて気づかなかっただけだったんだ。カナは強い。それを誰よりも俺が一番信用している。俺は現状がわからない。だからアドバイスなんてできない。届いてるのかもわからない。届いてるよ。でも私は強くないんだよ。結局実戦で結果を残せないんだよ。ダメなんだよ私は。だけど言うよ。諦めるな。いじけるな。
俺はカナを知ってる。表では元気な素振りを見せてても内心は自分にそこまで自信がないことも知っている。だからもし聞こえてて諦めているなら言うよ。カナを証明するのはカナ、お前自身だ。俺や仲間じゃない。仲間がどれだけすごくても俺がどれだけカナを信用してもそれはカナ自身の証明にはならない。厳しい言葉だな。本当は似てるんじゃないの。本当嫌な言葉かな。難しく考えなくていい。周りに気を使わなくていい。今は自分のことだけを考えればいい。カナが思う最善の策で、カナが思う最高の技で、カナが思う最強の力で全てを叩き出せばいい。そうすればカナは負けない。格上にだって。だから俺はカナを押したんだよ。今回はきっとカナにとって思う存分に力を発揮できる場所だから。根拠のない数でな言葉でも落ち着く。この言葉の温かみが私への意味をしてくれる。相変わらず心配性だな。どれだけ私のこと好きなの。あとはお門違いなエールばっかり。たまには正確なアドバイスも欲しいもんだよ。でもパトの声を聞けてすっごく嬉しかった。ありがとうパト。私にずっと語りかけてくれて。それにあいつの弱点がわかったもんね。おらー耐えてたか。どんな手品使ってんだか。あいつは気配探知ができてない。だから一度思い切り気配を消して間を空ければこっちの流れを作れる。自然支配、地熱爆炎。地面が熱くなってきた。まずい気がする。悪視点。もう同じ過ちは繰り返さないよ。見えた、瞬間移動か。炎は耐性あったか。だけどもう近距離には持ち込ませない。一度でも掴まれたら私の負けだ。雷電。痛いなぁ、イライラする。雷もあまり効いてない。なら次は、ゴーレ。ゴーレも効かない。どれだけ耐久持ってるの。まずい、来る。そうやって遠距離で攻めることで俺に盾つきたいのはよくわかった。まあ近距離で勝てないんだから遠距離に勝機を見出すしかないよな。お前からすれば無駄なあがきなんだよ。オーラを使ってきた。最初はだいたい2000億程度。どうしよう。打開なしでこれだとやっぱり格上確定だな。おっせー。俺が満足にオーラを使えばお前が瞬間移動する前に捕まえるくらいわけねえよ。残念だったな。鬼ごっこはおしまいだ。あきくん、さて自己治癒もできるみたいだからな。今度は徹底的に死を確認するまで殴り続けてやる。空間圧縮。さて、何発耐えるかな。今度は俺に見せてくれよ、ガキ。自分圧縮。汚い手で私に触れるな。お前が触れていい体じゃないんだよ。3次元から2次元に強制圧縮。まだ視察中の一撃必殺の大技だよ。3次元空間を一度切り取って強制的に2次元に強制圧縮をして空間ごと崩す高難易度の大技。あんな状況で使ったから完成度は褒められたものじゃないけど、ある程度聞いてくれたら助かるんだけど。合成。こっちは今のうちに万全に万全を重ねる。相手が戻ってきても戦えるように。あはは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 は。今久しぶりに死を感じた。これだ。このどうしようもない死を感じるたびに俺の悪視点は脅威を放つんだ。覚醒操作。お前たちは脳が普段どれだけセーブされているか知ってるか。 10% と言われてる。真意は知らんが俺はそれを確信だと思っている。そして人の成長の正体は脳の許容範囲の拡大だ。つまり慣れだな。持論だが俺はそう確信している。そして覚醒の正体は何か。それは脳が制御している残り 90% の力を発揮する時だ。ならそれはどのタイミングで出るか。それが死だ。生物は強い死を感じると脳が生きようとそのリミッターを解除する。そして俺やお前たちの覚醒という状態に促し生きようともがく。それが覚醒の正体だ。別に特別でもご都合でもない。生物的本能なんだよ覚醒は。俺は意図的に覚醒状態に促せるように自身の脳をいじった。だがまだ脳は成長している。そして悪視圏がそれを補助してくれる。覚醒を操る俺にお前が勝つなんて不可能なんだよガキか。上海観光おじさんのゲームの敵並みに分かりやすい弱点あるじゃん。あいにく私はつい最近その覚醒で負けたからね。次は覚醒も視野に入れて絶対に勝ちに行くよ。まだ相手は打開を使ってないわけだしね。今のがカナが危ない時バージョンのアドバイスです。次はほら、カナ、カナデさんと一緒に効果3個まらせんなよな、というか連絡しろ。次のパターンはカナさん、帰ってきたらお菓子があるよ。放火さんにダダこねてないで早く任務こなして帰っておいで。次は勝ってるパターンです。偉いなカナ、よくやった。偉い。今度たくさん頭撫でてあげるよ。カナ最高。カナ万歳。お届け外なエールばっかり。たまには正確なアドバイスも欲しいもんだよ。カヨよりずっとタイミングで私が里の助言聞いててよかった。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。